源頼朝の弟、源範頼。義経と比べると何かと地味な印象のある範頼ですが、近年の研究で範頼は非常に優秀な武将であることが分かってきました。源平合戦は範頼がいなければ平家を倒せなかったと評価する研究者もいるほどです。しかし範頼は1193年に突然失脚し、謎の死を遂げます。なぜ範頼は失脚したのでしょうか。今回は範頼の生涯を振り返ることで、頼朝が範頼を恐れた理由を探っていきます。こんにちは、日本サロンの川原です。今回は頼朝が範頼を恐れた理由ということで、源頼朝の弟範頼の生涯を解説していきたいと思います。平凡な武将とされた範頼像が変わるとともに、頼朝が晩年恐れる存在になってしまったことも今回の動画を見ていただくことでわかるかと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速範頼の謎の前半生から話を起こしていきましょう。源範頼の前半生の資料は少なく、生誕年も分かっていません。範頼は源義朝の六男として生まれ、母違いの兄に源頼朝、母違いの弟には全成や義円、義経がいました。範頼の母は現在の静岡県西部の蒲の御厨の遊女、またはその周辺の有力者の娘という説があります。鎌倉殿の13人では範頼のことを皆蒲殿と呼んでいますが、これは範頼が蒲の御厨で生まれ育ったことから来ているのです。頼朝や範頼の父源義朝は平治の乱で敗れ、その後殺害されてしまいました。範頼は当時の公家の日記から藤原の範末という貴族の下で養育されていたことがわかっています。範頼の範の字は育ての親藤原の範末から一字もらったものです。1180年、後白河法皇の王子持人王が全国の源氏を、兵士を倒せという命令を下し、持人王自身も源頼政と挙兵します。ここからいわゆる源平合戦が始まるのです。持人王と源頼政の挙兵は失敗に終わります。その後政権を握っていた平清盛は全国に潜伏している源氏に対する圧力を強めました。例えば範頼の兄に源丸義という人物がいますが、彼は庇護者のもとに逃げる途中で殺害されてしまいました。京都にいた範頼も身の危険を感じます。彼は当初頼朝と合流せず、北関東の有力武士たちに保護されていました。その後彼らと共に鎌倉にいた頼朝の配下になったと考えられています。頼朝の配下に入った範頼は義経と共に平家との戦いに派遣されます。従来範頼は平凡な武将で戦の才能はなかったと言われてきましたが、近年の研究で範頼は非常に優秀な指揮官だったことが分かってきました。源平合戦についてはこのチャンネルでも何度か解説していますので、今回は範頼の活躍に焦点を当てて解説したいと思います。義仲を破った範頼義経は現在の兵庫県福原にいた平家と戦います。一の谷の戦いです。範頼が生田の森から、義経が一の谷から平家軍を攻めました。さらに源氏方の忠行綱という武将が参道を抜けて平家本陣のある福原を奇襲したことで、一の谷の平家軍が動揺し、その隙に義経軍が一の谷を攻略したというのが源氏方の勝因だったそうです。詳しくは源平合戦、源義経が活躍した本当の理由で解説していますので、よかったらご覧いただければと思います。ここまで聞くと、なんだ範頼は全然活躍してないじゃんと思いますよね。中世研究者の菱沼和之氏によれば、義経と異なり範頼に華々しい武勇伝がないのは頼朝から与えられた役割の違いにあると言います。源平合戦において範頼は全軍の総司令官であり、配下の武士たちを使って合戦を勝利に導くことが求められました。一方義経は部隊長的な立ち位置であり、より戦場での活躍は求められていたのです。確かに一ノ谷における忠行綱の奇襲や義経の一ノ谷攻略が勝因ですが、平家から見て正面は生田の森であり、ここに平家の大軍を引きつけていたことが義経たちが活躍するための前提となっています。また当時の公家の日記を見ると、大方は平家の勝利を予想していました。しかし蓋を開けてみれば源氏方の大勝利だったのです。
ここでは朝廷に対しても作戦や部隊編成など明かさず、平家に有利な情報を流布していたからと指摘されています。こうした情報統制も範頼のもときちんと行われていました。確かに地味な役割かもしれませんが、総司令官として源氏を勝利に導くという頼朝に与えられた仕事を範頼は忠実にこなしたのです。一旦鎌倉に戻った範頼ですが、その後平家追討のため鎌倉の御家人を伴って出陣しました。中世研究者の宮田敬三氏によれば、範頼は頼朝の作った遠征計画に従って忠実に行動したといいます。その作戦は、範頼と共に出陣した東国武士たちを中心としつつ、九州の兵を味方にして平家の退路を断ち、屋島にいる平家を追い詰めていくというものです。頼朝は平家を滅亡させることよりも、平家の元にいた安徳天皇と三種の神器の確保を最優先課題としていました。そのため、できる限り大軍にして平家に圧力をかけ、安徳天皇の身柄と三種の神器の確保を図ろうとしたのです。範頼たちは順調に進軍を続けていましたが、現在の山口県あたりで船や食料の調達に苦労し、範頼軍に沿線気分が高まったといいます。しかし、現在の大分県の反平氏型の豪族を味方につけ、船を確保し、頼朝の指令通り九州の制圧に乗り出します。範頼軍は芦浦の合戦で九州の平家方を破り、九州の制圧に成功しました。この頃、義経は電撃的に平家の拠点の屋島を奇襲し、彦島に逃れた平家を壇の浦の戦いで滅ぼしました。しかし、義経の電撃的な攻撃は平家との交渉の機会を奪い、その結果、頼朝が最も重視していた安徳天皇と三種の神器の一つだった剣は海に沈んでしまったのです。この義経の行動が、頼朝と義経が対立した一つの原因とされています。一方、範頼は頼朝の命に忠実に行動し、九州の制圧に成功しました。御家人たちに沿線気分が高まりながらも進軍を続けることができたことは、範頼の手腕と言えるでしょう。さらに、先に九州を制圧したことで平家の態度を立ったことも壇の浦の戦いの大きな勝因です。今回も地味ながらも勝利に導いた範頼の総司令官としての有能さが分かっていただけたのではないでしょうか。その後、範頼は鎌倉に帰り、1190年の頼朝の上洛の際には頼朝の行列の先導を務めました。頼朝は範頼を兄弟として重視し、御家人たちとは一線を画す形で待遇していたことがわかります。1193年、範頼は突然失脚します。きっかけは蘇我事件でした。蘇我事件とは、蘇我柔道助成、五郎時宗兄弟が有力御家人で兄弟の親の敵だった工藤祐経を討ち取った事件です。しかし、蘇我兄弟は工藤祐経だけでなく、頼朝の宿舎も襲い、多数の頼朝を護衛していた武士が殺されました。蘇我事件については、前回の動画、源頼朝暗殺未遂の黒幕は誰かで詳しく解説していますので、よかったらご覧いただければと思います。頼朝はこの蘇我事件を謀反と認定し、関係者の処罰を実行しました。その中に範頼もいたのです。頼朝が討たれたという誤報が鎌倉に届き、頼朝の妻北条政子は嘆き悲しみます。そこで範頼は、後には袖ヶ氏が控えていますから安心してくださいと励ましました。しかし、この言葉を聞いた頼朝は範頼に謀反の疑いがあるとし、範頼を追及します。範頼は頼朝に忠誠を誓う文書を提出しますが、頼朝は許しません。さらに、吾妻鏡には範頼の家来が頼朝の寝床に潜んでいたことから、頼朝は謀反を確信し、範頼は失脚するのです。吾妻鏡には蘇我事件の黒幕を範頼だったように書いていますが、多くの研究者が指摘するように、慎重な範頼が謀反を企てたとは考えにくく、範頼が失脚したのは別のところに原因があったと考えられています。前回の動画で解説した鎌倉殿の13人の時代考証、酒井幸七が提唱する蘇我兄弟の仇討ちをきっかけに、頼朝の政治に不満を持つ御家人たちによる暴発だったとすると、頼朝が範頼を恐れ失脚に追い込んだ理由も見えてきます。頼朝が範頼を恐れた理由として、反頼朝御家人からの指示、頼朝の嫡男頼家を脅かす存在の2点が挙げられます。順番に解説していきましょう。まず1点目として、反頼朝御家人からの指示が挙げられます。
鎌倉幕府は源平合戦の中で生まれた政権であり、かつては戦で手柄を立てることで出世できる政権でした。しかし源平合戦も終わり、幕府も徐々に体制を変えている時期であり、力を発揮できない御家人たちに不満や反発が生まれやすい状況だったのです。こうした御家人たちは戦場で苦楽を共にした範頼に期待するようになります。中世の武士たちにとって最も絆を深めるのは戦場だったのです。資料が限られているため、実際に御家人たちが範頼を担いだかは分かりませんが、反頼朝御家人の不満の受け皿になるという立場そのものを頼朝は恐れたのです。2点目として、範頼が頼朝の嫡男頼家を脅かす存在だったという点です。蘇我事件の舞台となった藤野の巻狩りは御家人への頼家のお披露目の場でした。頼朝は人生の総決算として頼家を後継者とし、頼朝の血を受け継ぐ者のみが幕府の指導者となる体制を構築しようとしていました。その矢先に蘇我事件が勃発してしまったのです。頼朝は頼家の立場がまだまだ弱かったことを再認識し、頼朝と父親が同じで、かつ頼家より年長の範頼を危険視しました。範頼の失脚と同時期に開元寺の安田義貞、義助親子も処分されていますが、これも同じ理由と考えられます。範頼は1193年8月に伊豆に幽閉されました。その後殺害されたと考えられています。なお範頼の子はその後義見氏を名乗り、その子孫は江戸時代まで続いたそうです。頼朝の乳母比企尼が頼朝に懇願したこと、義経と異なり挙兵などの抵抗をしなかったためと言われています。これも源平合戦で見せた困難に直面しても自分のやるべきことを粛々とこなした範頼の対処能力によるものだったのかもしれません。今回の主な参考文献はこちらです。動画の概要欄で紹介しているので、よかったらご覧いただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。